です。ジャッキー・パンキー・カメイン選手の勝ち。トライアングルゲートチャンピオンからスリーカウントだったぞ。スリーカウント取ったけど、俺は先月サンボーホールで悔しい思いをした。この悔しさがいつまでたっても晴れず、おい SBK、 お前の持つブレイブゲートに挑戦させろ。でも以前から UT さんが挑戦表明してる、 UT さんが挑戦したいという思いは分かりますが、俺もベルトを諦めきれない。次の挑戦者は自分に任せてください。お願いします。神、確かに先月のお前はめちゃくちゃ熱かったよ。めちゃくちゃ魂で取ってたよ。でも悔しかったよな。一番近くでお前見てたけど、めちゃめちゃ悔しかったよな。だったらその悔しさ相手にぶつけてこい。その代わりだ、その代わり亀井、絶対ブレイブ取れよ。そして取った暁には俺とバイブス同士のタイトルマッチで熱い試合しようぜ。いったれ亀井。ゆうてさん、ありがとうございます。おい、まあよ、でも JFK、別にゃお前だろうがゆってぃてめえだろうがな、別にどっちも変わんねえんだよ。おい、分かるだろお前ら、どっちが勝つかってお前ら分かるだろ。あんま変わんねえんだよお前ら。ただな、ただただよく考えれば、お前らみたいな雑魚相手に防衛戦をやれば2回も星がつくんだぜ。おい、防衛回数が2回も伸びるんだぜお前ら。こんな美味しい話ねえだろお前。おい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 、まずは JFK やってやろうじゃねえか。ああ、やってやるよ。お前ともう一回やってやるよてめえ。こらブレイブゲートに挑戦が決まりました。 UT さんも以前から挑戦表明されてましたが、今回自分に譲っていただき、次こそ必ずあの SBK の持つブレイブゲートのベルトを取りたいと思います。応援よろしくお願いします。ポー！おい JFK、 お前先輩のユーティーを差し置いてお前が名乗り出たな。おい、お前が俺にどんだけ挑戦しようとお前らも分かるだろ。おい、俺のが上なんだ。お前が下、俺が上、それは分かるだろ。おい亀井、覚悟しろ。